ポケモンにビジネスとしての将来性あると思いますか？また日本のゲームはフランスでも人気ですか？ポケモンは今でも人気じゃないですかね。ポケモンなんちゃらとか、それなりにやっぱりうまくユーザー集めてるので。なので、そんなに失敗するようには思わないんですけど、ポケモンカードに投資していますが、5年後に5万円が20万円になるとしたら、投資として美味しいでしょうか？なるんなら美味しいけど、ならないと思います。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。